ではボッケリーンにつきまして浜中機種に話を伺います、えー、前回はあ秋初戦京都大賞点2着という内容でした前回の内容を振り返っていただけますでしょうかはいえっ、ー、とまあ2着だったんですけども、まあ、あの馬もしっかり走ってくれて、まあ、あの秋初戦としては悪くなかったかなと思います 目黒記念以来のレースということになりましたけれども、何かこう久々を感じさせるような部分というのはあったんでしょうか。そうですね。まあ、あの感、ー、覚も空きましたしね。秋初戦ということもあって。まあ、あのう。船込一杯に仕上がっている状態ではなかったと思います。えー、そこから、感覚が空いて、えー、先週今週と。おお、追い切りにまたがられました。まずは先週の動き。 振り返っていただいて、どんな様子だったでしょうか。えっと、先週、えっと。まあ、あの、シーウッドで合わせもして、最後の直線しっかりおったんですけども。ちょっと動きと。反応が、まあ。ちょっと物足りないかなって言うのは、あの、一週前の追い切りでした。えー、そして、今週、<laughs> 最終追い切り。今週に関しては、いかがだったですか。はい、まあ、先週、そういう感じだったので。まあ、今週も自分が乗りたいと、ちょっと。 あのお願いして、えっと、今週はあの先週調教を追い切ったおかげであのかなり反応と動き良くなってあの非常に満足してます池江調教師からは今週の追い切りにあたってはどういった指示があったんでしょうき、まあ、今日も合わせもだったんですけども、まああのまあ、ラストの直線の,あの反応は、えーまあ、僕の判断であのしっかりやるか。 そんなにやらないかっていうのは判断して最後の直線、まあ、追い切ってほしいということで、まあ、自分としても、あのー、手応えある動きをしてくれたので、い、あのーまあ、いい動きだったと思います前回からの上積み、選出として1、えー、週前からの上積みですね、一番感じられたところはどういったところだったでしょうかそうですね、まあ、まず気持ちがピリッとしましたね。あのーまあ、自身からみを取っていく姿勢も あの今日は非常に感じましたし、まあ、やっぱりその分、反応だったり、えー、動きのすがらさっていうのも、あのー、今日のお生きいではぐんと上がったので、あのーまあ、前走時と比較しても、今回の方がしっかりと動ける体制だと思いますこれまでこの馬とコンビを組んできて、どうでしょう、その状態の比較という部分で言いますと、今回はいかかがですかまあそんなにこう波のあるタイプではないと思うんですけども。 もともと調教もすごく目立って動くタイプでもないですし、えーまあ、なのでいつもこうね常にあの波が少なくこう状態をキープしていると思いますけども、まあ、その中でも今回はあの目黒記念をの域と近いあのいい状態だなと感じています。 この馬のことについて少し伺いたいんですがどうしようコンビを組んできてこの馬の一番の持ち味というのはどういったところにあると感じてらっしゃいますかえっとまあレースがまず上手になってきたなというのがまあどん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 レース上手になってちょっとこう口向きの難しいところあるんですけどもそういう部分もだいぶ改善されてきて。 まあなのでこうどういうレースの形でもあの対応しやすい、まあ、そういううとところが一番の持ち味かなと思いいますそういった中で今回、東京の2400メートルという舞台になりますがこの舞台についてはいてかかがでしょうかえと、まあ、目黒記念も、ね、あの勝ってますし東京コースこの2000メートル以上の距離というので実績上げてますのであの相性のいいコースじゃないかなとは思っています。 1> g 1はこの馬、初めてということになりますね、相手関係、その g 1に挑むという部分についてはいかがですか。えっと、まあ、重賞も勝って、あのーまあ、下地を積んで、あのーまあ、いよいよ g 1に挑戦ということですので、まあ、もちろん相手は外国馬もいたり、えー、日本からも強い馬がいたりと、まあ、当然、メンバーは強いんですけどもね、あのまあ、力をつけてきたボッケリーニで。 あのどこまで戦えるかという期待は大きいです。今年のメンバーの中で、どうでしょう、今、浜中騎手自身、思い描いてるレースのプランであるとか、レースのイメージ、どういったものを今、当然ね、枠順であったりあの、そういうものがいろいろ出てあの、さらに考えていきたいんですけども、まあ、ボケニーの、ボケニ人らしい、ね、レースをできればいいなと思ってます。 あのジャパンカップの騎乗の経験も何度もありますけれども、ジャパンカップ、まあ、らしさというか、ジャパンカップならではの,その難しさ、うん、そのジョッキーの立場として、何か他のレースとの違いというものがもしあれば教えていただきたいんですがそうですね、ま,あ、まず外国馬の参戦というのも、普段のレースとは違いますし、えーまあ、乗ってるジョッキーも、まあ、日本にこうよく短期免許で、ね、乗りに来てる。 馴染、えーまあ、みのある外国人ジョッキーもいればあの、その時初めて見るジョッキーの方もいますし、まあ、こうそういうこう普段とこう違う人馬があのレースでえー一緒に走るというところは、ちょっと違うのかなといつもと、まあ、そういう部分は感じますね。 学になりますけれどもどもううでしょうプロスポーツに関わるジョッキーとしてその辺に対する意識というのはいかかがですかあそうですすそうね、まあ、もちろんプロスポーツ選手として賞金を稼ぐことはあのとても大事なことですので棋、ね、士、まあ、としてはやっぱりそれでもこう馬の力を十分に引き出して。 あのまあやはりこう関係者が多く携わる世界ですからあのそういうみんなと喜びを分かち合える結果を得られるようにまああの自分ができることをしっかり集中してやりたいなとは思ってますありがとうございますさあレースまで残りあと数字ということになりましたが改めてレースに向けての意気込みをお願いできますでしょうかはいまああの思い切り今週の 感触も非常に良かったですし、あのー、また、あ、無事に、ね、レース当日を迎えて、まあ、自分もしっかりとそこの中で準備を進めて、あのーまあ、本当にこうエキサイティングな、ね、迫力のあるレースをお届けできればいいなと思っています。